パゲティ食べてもフランスパンがつくでしょ、パンが、うん、あ、これパンがつくよ、パンがつくよ、スパゲティ。今度はどこに食べに行きますか、うん、いやもう安いとこで海水行きます。サイゼリア安いとこ行く。でもあれ以外にね、タクシー代だけはいるの。サイゼリアでいい、うん、そこのサイゼリア。3月下旬だったらタクシーの券が送ってくるから。そうなの、うん、3月下旬、うん、今度28年度分が送ってくる。宝石の前に食べるって言うと、いや、ランチを食べて終わった後なんだ。え、終わった後になる。9時から始まる、うん、だから9時までに食べる。3人で行って。みんな朝早いから食べられるんだ。なんでランチ空いてるわ。モーニングや。モーニング。デニーズ空いてるよ、24時間。どう、お父さん。9時じゃなくて8時半にうるさいにここ乗らないかな。ここ乗らないっていうことして。うん、休ませていい。他の人いるんですよ。それでタクシー入れて。それで食べて、わざわざせんじゃん、面白くない。わざわざ撮ってるじゃん、かっこいい。トナム君はうまいね。あ、またちょっと食べ過ぎたかな。美味しすぎ。3人しか作ってないから、これ、うん、少なめに売れます、また。ごちそうさまでした。